愛善院は、徳島県伊野郡伊野町に所在する高野山、新言州の寺院。三号は、近景山。本尊は、不動明王。別名な塔の不動産。四国八十八箇所霊場第三番札所、金泉寺の奥の院。本尊新言のうまくさあマンナバザラダンセンダマーカロシャーダ、ソワタヤ、ウンタラタカマンゴエーカ、松がエダニ、 お光照らす近景の仏を頼めたけケします。伝承によれば、平安時代前期の公認7年四国を、巡釈中の愚法大使がこの地に霊気を感じた。そこで、自ら不動明王を刻み、ここに本尊として安置したのが、始まりと言われている。明治、大正時代までは、阿弥陀寺と呼ばれていたが、大正10年に、四国21番札書、大野隆寺の境内にあった。 愛善院と合併し、現在の寺名となった。当院には、戦国時代この地を治めていた伊丹市上主の赤沢名の守る数伝の病が祀られている。赤沢名の守るは、天正10年、長祖壁元地下の阿波信仰に際し、中富川の戦いにおいて討ち死にしたと伝えられている。いつの頃からか、この病に参詣すると腰から、 下の病が治癒するとの信仰を集めるようになった。品の守るが入っていたわらじの紐が切れたために草に負けてしまったという言い伝えのためか、治癒した信者は当院にわらじを奉納する習わしがある。またこの赤沢品の守る病と二王門の前には、それぞれ大わらじが奉納されている。はけかき農協三番札所、金泉寺より西へ、約三キロメートル、第二知事へ向かう。 変路道の途中にあり、地元では、納豆のお不動産として親しまれている。また、農協の牧所は、刷毛柿盆地と言われるもので、全国的にも珍しく、四国ではここだけである。なお、住職が、不在の場合は、柿置きの農協をいただくようになる。浸水公園歩き鉄道バス道路。ありがとうございます。